ニュブレ州はチリ中部の州である。北にはマウレ州、南にビオビオ州と接する。ローマ数字ではズビーが割り当てられていた。州とはちゃん。人口は48万人。前身はビオビオ州のニュブレ県である。ニュブレ県はビオビオ州の州とコンセプシオンとは文化的に異なるため州への昇格運動が起きていた。2015年に提案された。 ニュブレ州の創設法案は2017年7月に地理上院である元老院で可決され、同年8月19日に当時の大統領ミシェル・バチェルが法案に署名、交付された。2018年9月6日にニュブレ州は発足した。州省閣に伴い新設された3県とニュブレ、県時代より引き継いだ21の基礎自治体から成り立つ。 クリアシオンデラズビーリージョンデナブル。シリ議会図書館2018年3月18日へ閲覧。レイレケトロースニューメロス。エーラスレフオニス。アオーラソロセコノセランポル。スーノンブル。コーペラティバ。2018年3月18日へ閲覧。マパデレサルタードスセンソ2017ポルリージョン。プロビンシャズワイ。コミナズデルパゼ。シリ国立統計研究所。 2018年3月17日へつらん。セナドエープルバプロジェクトククレアラレヒオンデナブル。ラターサー、2018年3月18日へつらん。プレージディエンタ、バチェレファーマデクレットククレアラリージョンデナブル。ラターサー、2018年3月18日へつらん。クレアエルエー、ズビーリージョンデナブル。YLAS、プロビンシャズデジグビリン、ピューニライーイタタ。 シリギ会図書館。2018年3月18日閲覧。リージョンデナブルエスナリアリダット。セナドディスパッチラ・ヌエバ・ディビジーオン・ポリティカワイ・アドミニストロティバ・デル・パゼ。元老院。2018年3月18日閲覧。プロジェクトブスカ・クリルラ・レヒオンデナブル。シリギ会図書館。2018年3月18日閲覧。プロジェクトククレア・リージョンデナブル・パッソ。 エイラ、サラデラカマラデディピュタードス。2018年3月18日閲覧。チリ、アドミニストレーティブディビジョン。シティポピュレーション。2018年3月18日閲覧。ありがとうございます。